1997年、日産はル・マン24時間レースの総合優勝を狙い、 GT1 クラスのマシンを開発した。開発は日産とトム・ウォーキンショーレーシングが共同で行うこととなった。基本設計を手掛けたのはトニー・サウスゲート。彼はグループシーカー時代に大活躍した 3.5 リットル V 型8気筒ツインターボ VRH35L をカーボンコンポジット製モノコックに搭載し、オーソドックスな足回りと組み合わせた。こうして完成したのが R390 である。1997年の R390 は十分なテストができないままル・マンに出走したため、結果が出せなかった。そこで日産は R390 に大改造を施す。まず ABS や TCS を装備、自社設計だったトランスミッションも X トラック製へと変更した。空力も見直され、フロントノーズ形状を変更。リアのオーバーハングは110ミリ延長され、テールエンドが上方へ跳ね上がるデザインとなった。日産は十分な事前テストを積んで、4台の R390 を1998年のル・マンに送り込んだ。30号車がジョン・ニールセン、フランク・ラゴルス、ミハイル・クルム組。31号車がエリック・コマス、ヤン・ラマース、アンドレア・モンテルミーニ組。32号車が鈴木亜久里、星野和義、影山正彦組。そして33号車が黒沢拓也、影山正美、元山聡組である。この年のル・マンはポルシェ、トヨタ、メルセデス・ベンツ、BMW が揃う激戦となった。 R390 は高い信頼性と乗りやすさを武器に、決勝では中盤以降上位へ進出。最終的にはポルシェがワンツーフィニッシュを遂げたが、32号車の R390 が3位でチェッカーを受けた。全員日本人ドライバーのチームがル・マンの表彰台に上がるのは史上初。残り3台も10位以内で完走するという快挙だった。